約5300年前に築かれたとみられる宮殿跡が発掘されたと国営新華社通信が13日に報じた。中国に宮殿を示す遺跡としては最古と見られるという。中国では4000年ほど前の宮殿の痕跡が確認されているが、今回の発見で宮殿建築の歴史が1000年ほど遡る可能性があるという。詳しくははじめくんのブログへ。